皆さんこんにちは。町田生まれ町田育ちのソウルシンガーソングライターアヤショルです。よろしくお願いします。本日はですね、町田市にある社会福祉施設町田市大賀宮士館に行ってみたいと思います。こちらの施設で作られている名産品、ハスの実ケーキ、蓮のハスの実ケーキですね。ハスの実ケーキ食べてみたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、それでは大賀宮士館の真由美さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ハスの実ケーキを作るにあたって、はい、名産品にしようと思ったきっかけだったり、はい、作るきっかけって何かあったんですか？そうですね、9年前にお菓子を作り始めたんですけれども、はい、まあそれまではこちらの売店にあるような手工芸品を中心にこちらの施設では作っていたんですけれども、まあ、長引く不況でだんだん売り上げの方も少しずつ落ちてきてしまってまして、でまた一方でご利用者の数が増えてきて、皆様の工事の保証というのが必要になっているんですね。で手工芸品を続けるだけではちょっと難しくなってきたなというところで、食べるものだったら美味しいものを作れば、うん、収入も上がって皆様の工賃もご承知できるかなと思いまして始めました。なるほど、はい、私もお菓子を作るというのは趣味程度でしかありませんでしたので、はいはい、工房を作って本格的にやるときにやはりお菓子の学校に夜通ったりですとかしていて、それでもやっぱり深い深い世界ですから、最初はそんなに美味しいものもできてなかったと思うんですね。で、まあ、1年2年経つうちに、まあ、経験豊富なスタッフが入ってきてくれまして、その人はお菓子の先生を15年もやってる、ラッキーな話だったんですけど、すごい、はい、長い師匠、そうですね師匠が入ってきてくれて、それで彼女と一緒にレシピを考え、まあ、彼女が主にレシピは考えてくれたんですけれども、はい、私も本当に教わりながら上手に焼けるように、はい、訓練していただきまして、やっぱりじゃあこの味を出すのに、やっぱり甘すぎちゃったりとか、今度はなんか逆に甘さが足りなかったりとかっていうのをやっぱ試食しながら、それは、はい、最初は、はい、でまずこのハスの実というのをどうやって扱おうかというのが、そう